天塩町の観光スポット、鏡沼海浜公園をご紹介します。鏡沼海浜公園は天塩町の海岸沿い佐良木市にある公園です。町民の憩いの場所であり、敷地内には公園の名称にもなっている鏡沼を中心にキャンプ場、バンガローがあり、またすぐそばには天塩温泉夕映があります。春から夏にかけてはハマヒルガオやエゾスカシユリ、スズランなど50種類以上の花が咲き誇ります。公園内のハマナスの丘からは天塩温泉夕映や利尻富士、日本海を一望できます。例年7月には鏡沼しじみ祭りが開催されます。北国の短い夏を思いっきり楽しめるイベントとして町内外の人々が大勢集まります。9月には天塩味覚祭りが開催され、メインイベント秋鮭のつかみ取りでは老若男女が会場に設置された巨大なプールの中を悠々と泳ぐ鮭を素手でつかむのが人気となっています。鏡沼海浜公園キャンプ場はフリーキャンプサイトのほか、バンガロー、オートサイト、オートバンガロー、貸しテント、キャンピングカーサイト、ライダーハウスがあります。バーベキューコーナー、ランドリーコーナー、充実した設備でアウトドア派も大満足です。歴史好きな方、歴史探訪を旅の目的とする方に耳寄りなお知らせです。鏡沼海浜公園は北海道の名付け親である松浦武四郎が天塩川流域調査に赴いたその出発点であることを記念した歌碑と銅像があります。利尻富士を眺めるように設置されており、各地に残る松浦武四郎ゆかりの地巡りのスタート地点としても絶好の場所となっています。ぜひ天塩町にお越しください。天塩町の観光スポット、鏡沼海浜公園をご紹介しました。天塩町の観光に関するお問い合わせは留萌観光連盟まで。電話番号は市外局番 0164-42 局3871 番です。留萌観光連盟のウェブサイト、パブリックメディア型観光情報サイト、留萌クラブも併せてご覧ください。